ベネツィアテスセラ空港はイタリアのベネツィアにある空港である。ベネツィア本島の北北東約 7km に一致している。ベネツィア出身の旅行家であるマルコポーロにちなんで、マルコポーロ国際空港という名称が一般的である。2007年には700万人以上の旅客を取り扱い、イタリアでは4番目に忙しい空港とされている。利用客は現在も増えており、 2002年にオープンした新ターミナルもすでにキャパシティの限界に近づいている。運営はミラノ証券取引所にも上場している西部 SPA が行っている。イタリア国内線ヨーロッパアジア中近東北アメリカベネツィアとの間はアクトブ社や a t b を社の路線バスや水上バス等で結ばれている。主に LCC が発着するトレビーゾ空港へは 直通の公共交通はなかったが、現在では ATV を車などが空港行きのバスを運行している。メストレ等でリムジンバスを乗り継ぐ方法もあり。その他、タクシーや水上タクシーなども利用可能である。現在空港に鉄道路線は乗り入れていない。路線バス等でベネツィアメストレ駅に行き乗り継ぐ。ベニスエアポート、エアポートインベニスマルコポーロ。 ありがとうございます。